この衣装どう？くるっと360度どの方向から見ても楽しめるように気を使ったんだよ。今度のアクアはロックに挑戦。それに合わせて衣装も新調したのであります。マリちゃんがロック好きだからみんなでいろいろ教えてもらったんだ。音楽もかっこいいけど何よりファッションがいいよね。ダイヤさんがこういう衣装はあまり好きではありませんって言ってたんだけど、結局ダイヤさんが一番ノリノリかも。いつもと違う衣装を着ることで新しい自分が発見できちゃうのかも。衣装担当としてとっても嬉しいよ。マリちゃんが言ってたんだ、ロックは音楽だけじゃなくて生き方にも現れてくるって。なんとなくマリちゃんが言ってることわかる気がするな。かっこいい雰囲気っていうか、ちょっと強引に引っ張っていけるような衣装を着るだけでそういう気持ちになれちゃうよね。たまには私もあなたのことを強引に連れ出しちゃおうかななんて。あ、びっくりした顔してる。そういう顔も可愛いね。今度のステージを成功させて私もかっこよさをゲットしたいな。頑張るぞー。